おはようございます。急や。おはようございます。おはようございます。今日は何の日ですか？登壇の日。最終日ですね。何の何のヒロインズです。ヒロインズとは説明してあげてください。ヒロインズっていうのは僕たちホワイトが出演する映画ですね。出演っていうか出演した、女子野球をメインとした映画です。男性サッカーをごめんとして女子野球を広島の女子野球チーム広島サンブレイズを盛り上げるために作った映画です。高千穂の、男性バスケットで、ムーンブレイクを登壇ということで、実際映画館に、映画を上映した後、僕たちがこう実際こう出演した人たちがこうやって裏話とかこういうなんかいろんな話をするのを登壇というんですけど、うわ楽しい。それは今回行きたいと思います。です。意気込みをどうぞ。今日はあれなんで広島で3日間連続でやってて、ちょっと話が尽きるかもしれない。同じ場所でボキャブラ。あ、じゃあ3日昨日の夜の話しよう。コウネ食べたっていう。コウネ？コウネ。コウネって何？めっちゃ美味しかった。牛の肩の部位なんですけど、何せその広島で有名な牛の部位ですね。お肉。そうそう。あんたも星のサンブレイズの選手の小春ちゃんが、あそこが美味しいですって言ってくれてて、やっと行けた。そう。コウネ。でコウネっていう部位がほんまに美味しかった。めっちゃ美味しい。あれ？マジ美味しかった。広島徘徊とかいう後々上がってるのかもう上がってるのかよく分からんけど、はい、その動画に出てくる焼肉のインサートのあれ？はい。インサート見たやん。めっちゃうまそうやった。あ、そう。あ、おはようございます。え？おはようございます。今年も行く状態。あ、そうですね。今日の意気込みを聞きに来たんですよ。今日の意気込み、うん、最後ですもんね、登壇。広島ではね。そうそう。1公演目はちょっとだけ緊張した。あんまりやっぱこういうお客さんと映画館で喋る機会ってないから。初やね。カミカミなんですけどね、相変わらず。2段目も。うん、変わらずね。今普通に喋れてるのに。今日は構わずに。あ、多分3回目やからさすがに言えてる、言えるとは思う。3回目にして初めての密着ですわ。そうですね、はい、セリフの覚え方、やっぱ、口回らんのもあれやけど、セリフ覚えの正確さやから覚えが悪いんで、でどうやって覚えたのっていう話をして、でその監督さんが元あった台本からもっと言いやすいように言い換えてくれたとか、そういう話をしました。楽しみです。3回目もよろしくお願いします。お疲れ様です。めっちゃオフ、めっちゃオフ、やめて。今日さ登壇3日目登壇ですけど、昨日一昨日はすごいやっぱなんか話すの楽しいなと思って、なんか普通やったらなんか踊って歌ったりとかなんですけど、トークがメインなんで、確かに普通にそういうのあんま してないなって思って、なんか普通にみんなのトーク力も上がるなんかいい機会やなって思ってたんで、すごい楽しいですね。ファンの皆さんもすごい温かく見聞いてくださるので、ケンシロウという熱い男がめっちゃ熱いんですよ。日本のトップアイドルに迫るあのシーン間違いない。いいのかっていう、僕があんなそんなもん、南野さんってすごいもうすごい方なんで、なんか僕初壁ドンやったんですよ。そういう演技でやる壁ドンはYouTube では壁ドンとかしまくってますけど、そういうなんかちゃんとした本気の壁ドンをしたのは初めてで、嬉しいとともに俺でいいのかって思うぐらいこうちょっと緊張しましたね。で一番やっぱ緊張しました。全部の撮影の中でやっぱもう一人だけもう違うこう一流のね演技のオーラとかいろいろ見せてくださってて、それにちょっとこうそんな中僕が壁ドンしていいのかっていうすごいこう思いながらも壁ドンしてたっていうのは思い出深いですね。楽しんで頑張ってください。はい、楽しんでくれたらします。ありがとうございます。また登壇終わりに来ます。はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。登壇の司会役ありがとうございます。しっかりずっと朝からシミュレーションしてます。今ご飯をいただいております。めっちゃ美味しい梅味唐揚げやって。私も映画出てたんですけど見てくれました？あ、そうでしたっけ
しらじらしすぎるでしょ。監督の指示で、はい、ここはアミカマまでバシッと行きましょうっていうのが結構冒頭のシーンです。あ、待って、それで言ったらさ、その何裏話っていうか面白話ね。私あれそう、一番そのゴッドレモンズの、はい、応援というかベンチでなんかわーみたいな言うシーンで、あ、その映画で私一番最後に映ってるんやけど、それを私、あ、一番最後に私映してくれんねやと思ったらね、監督から一言ね、なんて言われたか覚えてます？え、おったよね、アミミ、おったよね、覚えてます、ね、覚えてるよね、そう、はい、ママさん、オチなんでって言われて、いや、トレじゃなくてオチなんやみたいなネタ枠、そうそう、ネタ枠やったんやっていうのを、まあ、よろしくお願いします。タコカオルザクのマジュタン、はい、ではここでちょっと壇上にいない、まあ、メンバーエンちゃんはちょっと体調不良でお休みしております。そして太郎社長は今日ちょっと仕事の都合でお休みをしております。ということで、この後ホワイトメンバー5人プラスサンブレイズの選手2人合計7名で行いたいと思っております。よろしくお願いします。それではまず、タス君。はい、天谷金四郎役を演じさせていただいています、こたつです。今日はよろしくお願いします。南野陽子さんとの共演という形に、はい、そうですね、になりましたけど、はい、そのあたりちょっと聞かせていただけますか。そうですね、プロ意識がすごすぎて、もう圧倒、もう常に圧倒されてた、あ、されてましたね。本当にこう、これが一流なんだっていうのを改めて感じさせていただきました。アカデミー賞女優さんなんですよ。いや、すごい、はい、すごかったですね、はいはい、役作りなんですけど、びっくりするぐらいアミカなんじゃねみたいな制服も、実はルネサンス高校の制服を着てたりとか、あと自分が映らないシーンのセリフとかもちょっと覚えてみたりとかして、一応その自分が出ないとこでもどんな場面があるのかっていうのを頭に入れて撮影には挑んでました。そしてまあアミカはね、主題歌の一線も歌うっていう、はい、配役を果たしましたが、笑った顔も泣き顔でさえこれでよかったと言えるほどに強くなった君だのところが大好きです。監督さんに MC のままで言ってほしいって言われたんですけど、逆に変に役を取り繕ってしまって、ちょっと逆に難しかったっていうのがある、自然体でいけなかったっていうのがありました。こっちゃんが MC にこの衣装投げてみようで投げて、僕が切ったシーンまで覚えてますね。これ切ったシーンの後なんですよ、これ結構メンバーの中でも入りなんですけどMC の発言なんですよ。 MC がすごっ、実際撮った時はね、すごっいいまで言ってるね。そうそう、これそのすごいいが、僕たちこの撮影する1日前にホテルでみんな練習したんですけど、このすごいいがなんかね、ちょっと僕たちの中でつぼりすぎて、これだったらおもろいなっていうところってことだよね。じゃあ再現お願いします。再現、はい、やりましょう。はい、どういいやつ。では、はい、シーン11よーいスタート。そこを一緒に投げてみよう。あ、はい。大きな拍手お願いします。今日も昨日も今日もいじられてるわけ。え、君たちやってみて。あ、確かに。みんなのすごい選手権聞きたい人。拍手。あ、嬉しい。よーい、スタート。そこの石を投げてみろ。え？いいから。あ、はい。すごい。カット、カット。すごいってないよね。
アミカはね、もう主演だよ。アミカの主演だよ。ではいいですか。はいはい、本番よーいスタート。そこの石を投げてみろ。え、いいから。あ、はい。すごい。皆さん、映画ヒロインズ絶対ドッキリやろ。こう臭かったらドッキリでしょ。映画映画ヒロインズお前って臭い。